を殺した後、気持ちが楽になった。悲しい気持ちもあったけど、やっぱり彼は死ぬべきだったと思うし、もう彼のことで辛いこととかもなくなるし、考えなくてもいいから。彼は死ぬべきだった。誰かがドアをノックしてたから、そっと歩いていって、こんな時に誰が来たんだろう。ドアの向こうにいるのは彼の兄の、双子の兄だった。どうしよう、早く隠さなきゃ。彼はすごく重くて、部屋に入れるのが大変だった。なんでこんな重いやつ付き合ったんだろう。彼を殺した理由は、彼はずっと私のことをぶってきたから、もう耐えられなくなった。早く隠さなきゃ、彼のお兄ちゃんが入ってきちゃう。彼は背も高くて、部屋の中に入れるのが大変だった。次はどうしよう。私はバスルームに行った。しばらくそこに立っていて、どうしようか考えていた。パニックにならないように、平然を装わなきゃ。まずはシャツを着替えなきゃ。血だらけのシャツで行くなんて、彼のお兄ちゃんが見たら絶対私が殺したと思うし、普段と同じような顔にならなきゃいけないから化粧もしなきゃいけなかった。急いでたからマスカラとかリップグロスしかできなかったけど、でもきっとバレないはず。彼はとうとう入ってきた。私は部屋から出て行って彼のことを見上げた。彼は私を撃つつもりだ。でも私も多分死ぬべきだった。私は私の彼氏と同じように死んだ。多分私も死ぬべきだった。